皆さんこんばんは、イントネットでございます。今回は本日4月17日に SV リーグ参戦チームの発表がありましたので、詳しく見ていきたいと思います。大会正式名称は大同生命 SV リーグに決定しました。本日4月17日から2030年6月30日までの約6年間、こちらのリーグ名になります。契約金額は非公表ということですが、もしかしたら来年の決算資料で見れるかもしれないので、その時になったら確認しようと思ってます。クラブライセンス結果によるリーグ編成も決まりまして、 SV リーグは女子14チーム、男子が10チーム、 V リーグにおいては女子11チームで男子が19チームという編成になりました。まずは SV リーグの女子から見てみますと、アランマーレ山形、こちらカッコ名が変更前のチーム名になります。デンソーエアリービーズ、ホームタウンが郡山市ということで福島県が拠点に変更になってます。アステモリバーレ、群馬グリーンウィングス、埼玉アゲオメディックス、 NEC レッドロケッツ川崎、黒部アクアフェアリーズ、 PFU ブルーキャッツ、鶏野菜味噌ブルーキャッツアリーナって何とも言えない感じですね。クインシーズカリア、じゃあ企業名がなくなって地名が加えられたようなチーム名になってます。東レアローズ滋賀、大阪マーベラス、これどこなんて感じなんですけども、 AT マーベラスが新しい名前になりまして、今年の9月から拠点を大阪に移転するそうです。ビクトリーナ姫路、岡山シーガルズ、佐賀久光スプリングス、以上の14チームになります。昨年度の V2 リーグからの参戦は群馬グリーンウィングスとビクトリーナ姫路になります。お気づきかもしれないんですが、チーム名に地名が含まれるようになったのは J リーグとか B リーグとかと一緒で、企業名を極力なくして地域密着でやっていけますよっていう意思表示になります。続いて SV リーグ男子については、ボルヤス北海道、東京グレートベアーズ、 VC 長野トライデンツ、東レアローズ静岡、 J テクトスティングス愛知、ウルフドッグズ名古屋、パナソニックパンサーズ。パナについてはチーム名が変更される予定なんですが、まだ変更さ公表されてませんので、この記載になっております。サントリーサンバーズ大阪、日本製鉄堺ブレイザーズ、広島サンダーズ。後ほど出てくるクボタスピアーズについてなんですが、SV リーグに参戦できる SV ライセンスは保有しているんですけども、チーム名が奇数になるということで参戦できなかったらしいです。奇数だから参戦できないっていうのはそんな理由でいいのって感じですよね。もし自分が久保田の GM だったら到底納得できない理由になると思います。そして SV リーグの下部リーグに位置する V リーグの女子についてはアルテミス北海道、こちらのチームは全員対談で話題になったチームですね。監督含め選手ほぼ全て対談してしまって、内定選手しか今いないような状況だというふうに聞いております。こんなチーム状況で V リーグに参戦した時に結果がどうなるのか非常に気になるチームです。よくよく考えると全員対談って相当まずいチームですよね。よく参戦できたなと個人的に思ってます。ブレス浜松、大林元子さんが GM のチームになります。そして V リーグ男子はレービス栃木、 V リーグ初参戦のチームになります。アイシンティルマーレ碧南、碧南読めないっすね。そしてクボタスピアーズ大阪、やむなく V リーグ参戦になったチームです。19チーム非常に多いですね。あれ19チームって奇数じゃん。ツッコミはなしでお願いします。それにしても大阪のチーム多ないですか。
大阪だけで8チームもありますね。アスウェイアリーナをホームアリーナにしているチームが男女含め3チームもありますね。京都とかに移転してくれたら観光ついでに行けるんですけども、大阪と京都って仲悪いから無理か。どうやら警視庁とかトヨタ系のチームは V リーグに入ってないようです。以前見た情報だとこういったチームも V リーグに含めて回していくっていう風に書いてあったんですけども、今回の発表では含まれていないようです。こういった V ライセンス、 V リーグに参戦できるライセンスを取得しなかったチームの行方はかなり気になるところです。まだ情報が小出しになっていると思うので引き続き注視していきたいと思います。以上ミントネットでした。